今日は慌ててね、金曜の夜に今喋り出したんだけども、今日のもう朝から、あの、大谷の通訳やってた水原一平のスポーツ賭博大きく話が変わってきたよね。だから日本のマスコミもアメリカの捜査特許の発表をアメリカのメディアがやったっていうことを、それをいただいて、バーッと慌てて、大々的に流したっていうのは今日の流れだったと思うんだけど、三つ言いたいことがあるんだ、その中で。でもちろん一つ目は、 私は専門家でも何でもない素人が、下り顔で今後のね、裁判の行方とか、いつ水原が逮捕されて、最終的に刑務所行って、司法取引があるようだから。 この違法賭博のところを捜査当局が聞き込みたいって言った時にいっぱいつるんでるわけだから、情報を持ってるわけだから、水原は。だから司法取引をして、実刑クラウンにしても刑務所に入る刑期っていうのは少なくなるんじゃないかと、いろいろ予報、予想も飛び交ってるけど、そんなことは今後の行方なんていうのは専門家にも分かってないわけだから、推測で俺が言うことじゃないから言わないっていうのが一つと。それからじゃあ残りの二つは何を言いたいかというと、まず、水原は最初から大谷をカモにする気だったんだと。 私は思いましたね、今日のニュースで。それをしっかりとまた強固に思ったね。で、それともう一つはですね、メディア、日本のメディアの問題だけど、大谷関与説をほのめかしたりしてるコメンテーターがいっぱいいた。で、そういうことをただただ垂れ流したマスコミも反省すべしと思いますよ。これ大谷のもう身の潔白、完全被害者だってことは、アメリカの捜査当局がアメリカのマスコミを通じて言ったわけだから。 そこは反省すべしだってこともちょっと話したいと思ってます。まずはですね、大谷を最初からカモにするつもりだったんじゃないか、水原って話なんだけど、その根拠、俺が考えてる根拠はまず学歴差長だよね。それは前から言われてた。それからもう一つあるのは、元レッドソックスの岡島が、ヤンキースの入団交渉をするときに通訳を買って出てるわけだ。水原は。で、その時ヤンキース、岡島入団ならずだった。では、じゃあ水原はどうしたかっていうと、日本ハムに来たわけだ。 で、元レッドソックスの通訳という触れ込みで日本ハムに来てるわけだ。で、レッドソックスは在籍したことはちゃんと否定してるわけだ。だから日本ハムで結果的に外国人選手の通訳ってことを担当してたわけだけど、その通訳をしてもらってる外国人選手と大谷がロッカーが隣同士だってんで、水原と大谷は仲良くなるわけだ。 当然、これ大谷はメジャー志向があるわけだし、元レッドソックスの通訳という触れ込みなわけだし、信用するよね。で、一緒にエンゼルスへという運びになったんだ、大雑把に言えば。だからね、今更ながら足られば言うのも俺もずるいけど、日本ハムがレッドソックスに問い合わせていれば、水原の経歴詐称っていうのが明るみに出てたということが、 あるんだけど、今更言ってもせんないなとは思うよ。でもね、考えてみたら2019年、大谷遺跡、それから2011年から違法賭博に本格的に手を染めてるわけだ、水原は。そうすると、その前にもよくよくちょっと見てみると、額は少ないが、賭博はやっていたって形成は見られるんだけど、 何よりもだよ。ギャンブル好きだった、ギャンブル依存症だったっていうことはそうかもしれないけど、何よりも銀行口座を設定した段階から、もう大谷の金を奪おうという風うなことをどんどん目論んでいったっていうことを想像に固くないということが言ってある。でね、それからもう一つ、そういう流れの中で日本のマスコミもっていうことに関して、これ自分自身への批判も含めて言いたいんだけど、 このね、大谷は関与してたとしか思えない冊子を言ってた人間も情けないなと思ってんだよ。例えば、ひろゆきさんもね、どんなハッカーであったとしても、大谷の口座から金を送っていく、いわゆる送金するっていうのは不可能なんだってことを言い切ってて、こういう報道が出始めた瞬間に、X においてしっかり謝罪してるわけだよ。だから、あんまりね、かもしれないぐらいの言い方ならまだしも、 こうだと思いますよっていう論客とか、いっぱい多くの人が信用する人ってのは、ここで、これ自分への戒しめも入るけど、俺はそんなことは言ってはいないけど、自分の心境の中に裏取りもしないで、こうだと思いますよっていうケースは多々あるから。これはね、ちゃんと反省も込めて、言い切った人はもっと反省すべきだと思ってるよ。で、あとね、やれ、国際弁護士なの、それから大リーグの事情通だのっていう人たちが、大谷関与説をいろいろテレビで垂れ流してたのは事実だからね。 それはちゃんとね、謝るなら謝った方がいいんですよ。俺はそう思う。本当に日本のテレビも考えてみたらね、落ちかけた偶像は視聴率がいいからなのとでも言いたくなるよ。ガンガンそういうことやってたわけだから、大谷に関していいも悪いもね。で、考えてみたら日本中が人のいい大谷だから、お金はね、いちいちタッチしてないんだろうから、もう野球に集中してて。だから大谷がへーっつって肩代わりしたっていうのも無べなるかな。 だとしたら、共犯だ、なんだかんだで、大谷にも、いろんな言葉のプレッシャーが来て、最終的に大谷も卒追されるのみたいなことも言ってた人間のこともして、日本中が不安になったわけだよ。何より言いたいのは、我々が不安になった以上に、大谷本人が一番不安だったってことを、どれだけ我々メディアがおもんぱかって、今までずっと情報を大谷関連で、大谷祭りで出してきたのかってことを、ちょっと変えてみた方がいいよね。で、考えてみると、当初から、 代理人とか、大谷の代理人とか、ドジャースという球団は、大谷は盗まれたんだってことはっきり金盗まれたってずっと言ってたわけだよね。で、調査は捜査当局に完全に任せたって、至極真っ当なことをシンプルに言ってたわけだよ。だから日本のテレビだって、メディア、マスコミだって、それを尊重して、今のところは見守るしかないですねってスタンスは取ってなかったよね。やっぱり、これに関する大した情報も持ち合わせていない、 いわゆる指揮者って言われる人たちが、ああでもない、こうでもないと推測交えて不毛なコメントを言っていたってことに過ぎないわけだよ。で、もう一回ね、メディアのありようってことを帰り見てみると、アメリカのニューヨークタイムズが水原一平の犯罪を FBI が確定したってことをしっかと報じた。で、同時に FBI は大谷の関与を真っ向否定という、被害者であるってことを言ったってのをバーンと流した。 こういうところを見てみると、アメリカと日本、ジャーナリズム、悲願の差が、はっきり目立っちゃうなと思うよね。大谷だと視聴率取れるからっていうふうに無意味な報道をするっていうのは、やっぱり猛省が必要だなと一点思う。それからさらに付け加えさせてもらうと、メディアの問題で言うと、さっきちょっと言いかけた、大谷は今どんなふうに思ってんだろう。いくら怪物であろうが、スーパースター、天才であろうが、 やっぱり生身の一人の人間として結婚の報道も挟んで、今大谷はどんな風に思ってんだろうって、想像力の欠如がマスコミも、その末先を汚してる俺にもあったんじゃないのってことを俺今反省してる。だってね、数字ばっかりが踊るでしょう。今日の朝からの報道だってそうだよ。 大谷の口座から結果24億もパクって送金してたっていう事実。もっともっと膨らむのかもしれないけど、その数字24億。ね。で、それから損失は、この水原の儲けを差し引いて、損失は今分かってるだけで62億円っていうふうに日本円換算で出るよね。 で、そうやって62億円だ、24億だって数字が出る。さっきも言ったように、司法取引で実刑はこのくらいじゃないのって国際弁護士専門家が言うとか、推測で言ってるわけだ。もう数字数字、今発表された、アメリカのメディアを通じて発表された数字ばっかりに頼って、とにかくこういうことになった、こういうことに変わってきたってことをやってんだけど、どうかなと思うね。もうちょっと我々落ち着き払ってもいいんじゃないかなっていうことをね、強く思うんだよ。で、一方で、大谷祭りだから、そういうことは、 大谷どう思うんだろうっていうことの推測が足りてない、想像が足りてないので言うと、今日なんかでも、実は、大谷の名前を語って、銀行の銀行員と電話で語りながら、とにかく自分のところの儲けはこっちに入れてくれとか、こっちからお金出すんだって交渉を、何人の銀行員とも渡り合いながら、大谷の金を出すってことをやってたっていうのが、明るみに出てきた時に、それを聞いた大谷が初めて聞いたんだとしたら、 あるいは、それに接したことがあったときには、どんな思いだったんだろう怪物であろうが何であろうが。一人の人間だからね。とんでもなく心乱れない。いくらなんでも。そういうことを信頼してた水原がずっとやってたとしたら。で、それからいろいろ、ね、道元の方から思い込みかかって何だとかとか言ったときに、いや、あの、俺は大金を出せるっていうのは分かってるでしょ的なことを言ってるっていうのを、また報道で聞いた大谷がどう問題と。 これ想像力必要だよね、やっぱり。考えてみたら、ずっとこのトレーニングから、オープン戦から開幕、ね、いよいよシーズン始まるっていう、この一連の流れの中で、この水原の違法賭博問題が出てからっていうものガン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 我々は放送するんだけどさ、もう数字に頼ってやるんだけどさ、その時、大谷はどう思ってたんだろうっていう。本当に今日の報道だけでも特に思う。それで一方は大谷来参。 数字が取れるからとガン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 大谷を祭り上げてるっていう一方のさあホームランどうするね例のチーム内でのもの、えー、ホームランの数字を超えるか。当たり前じゃ超えるの。ちょっと待ちはいいじゃん別に。そうでしょほいであの頑張ってきたあのゴジラ松井。松井のこのホームランの数をいつ超えるんだあと1だ。今日も打たなかった。関係ない。やがて打つんだから。 やがて抜くに決まってるんだから。なんで数字に頼って、もうちょっともうちょっとって煽っていくっていう習慣から抜け出せないのか。こういういろんな大谷自身も追い込まれてるっていうことの心理を想像したら、我々はもっと、いや、大谷大変だと。とよくぞバッターボックスに立ってやってるわ。マルチヒット打ったりしてるわっていう目線が大事なんであって、あと何本、あと何本とか言ってる、数字、数字、数字に頼るのはもうやめた方がいいと思いますね。 本当にそう思う。よくぞ辛労がありながら3割のね、打率を誇りながら頑張ってんじゃないか。やっぱりたまにはこんなベラベラ喋ってる俺が言うのも矛盾してるかもしれないけど、おっとりと大谷を見守っていくって目線も大事だね。今日朝からずっとそれを思ってる。